朝シャトル及び U シャトルは愛知環状鉄道線の三河豊田駅から新豊田駅間で運転されている列車である。平日朝7から9時の時間帯に三河豊田駅から新豊田駅間で7.5往復が設定されている。平日のほか、祝日など豊田カレンダーにおける稼働日にも運行されている。2015年3月14日のダイヤ改正からはお盆。 ゴールデンウィークの平日など、トヨタカレンダーで休業日となる平日には運行されないことになった。2015年6月26日からは、夕方17から18時台に、三河トヨタ駅新トヨタ駅間で新たに臨時列車が運行されることとなった。これは、夕方のラッシュ時における三河トヨタ駅の混雑に対応するもので、当初は、 金曜日の18時台に4本が運行されていたが、2016年3月26日のダイヤ改正で17時台に2本が追加され、2016年6月以降は、ほとんどの水曜日、金曜日と一部の木曜日にも運転されるようになる。2017年3月4日のダイヤ改正で、U シャトルと命名され、新トヨタミカワトヨタ間の運行も行われるようになる。合わせて、 朝のシャトル列車は、朝、シャトルと命名された。利用者の大部分が、トヨタ自動車本社、本社工場へと通勤する従業員であるため、朝の三河トヨタ駅行きと夕方の新豊田駅行きは、混雑が激しいが、逆方向の利用者は少ない。2008年の運行当初は2000系セミクロスシート車に両編成で、運行されていたが、2009年改正以降は、 ロングシート車の G51、G52 編成が限定で充当されている。編成量数は2両編成のままである。朝は、北の松塚駅から新豊田駅まで改装され、シャトル運用終了後に新豊田駅発、北の松塚駅行きで入庫していたが、2015年3月大夜改正以降は、三河豊田駅から改装で入庫する運用となった。 方向膜はシャトルと表示した専用のものを使用する。2007年及び2009年に増備された2000系4編成8両は、当列車の増発に対応したものである。ありがとうございます。